と思って行ったんですけど、猫ちゃんからその後帰ってさ、部屋でこういろいろ服見たりしてたの、なんかオンラインショップみたいな、今こういうのが流行ってるんだねっつって、結構今スケスケな感じのいいやん、こう透けてる感じのカーディガンとか上着とかあったり、なんかでもこれはお姉ちゃんにはダメだねみたいな、お姉ちゃんは多分ダメだね、脇毛が入ってるからダメだねって言われてなんか大人の女性は脇毛が生えてないのに、モスベお姉ちゃんだけ脇毛がボンボンなのはどうしてみたいな感じな。うん、いやほんそんな感じ。あーそうか、ダメかみたいな、うん、ちょっとそれは似合わないねって言われてさ、そっか、じゃあ脱毛するわっていう話に、ちょっと脇なんとかしようってちょっと確信しましたね、それをちょっと聞いて、あやっぱ見てんだみたいな、なんか気にしないんかなと思ったけど。